では始めます。はい、じゃあ座った状態から始めましょう。足の裏をくっつけてリラックスした状態です。はい、じゃあ首回します。逆にして、はい、じゃあ自分の腕で太ももを押しましょう。無理しないで、痛めない程度に。はい、戻して体前。はい、起きます。はい、じゃあ右足を横に伸ばして体を左に。はい、 OK。 逆にしましょう。左足伸ばして右に。今股関節を伸ばしているので、ここの可動範囲を広げてください。はい、 OK。 はい、じゃあそのまま足を開いて開脚します。痛くない程度に、無理しないでいいですよ。体前。僕より2人の方が柔らかいですね。リラックスして痛気持ちいいところで頑張りましょう。はい、 OK。 はい、じゃあ体を右。はい、 OK。 そしたら体を迎えて、痛くないところまで無理しないでやってください。はい、 OK。 逆にしましょう。左に。息止めないように、深呼吸は常にしててください。はい、 OK。 はい、じゃあ体の向き変えて、はい、 OK。 はい、じゃあもう一回体の前。はい、 OK。 はい、じゃあ足閉じてちょっとバタバタします。はい、じゃあそのまま足前に。掴めない人はこの辺でも大丈夫です。なるべく体を前に持っていきましょう。はい、じゃあ右足ちょっと伸ばして、
今度左足伸ばして足が長くなりますよ。これやるともう一回右足左足、はい、じゃあ元の位置でもう一回体、はい、OK、はい、そしたらそのまま後ろに寝て右足抱えます。はい、ではそのまま右に開いて骨盤を今開いてます。はい、じゃあ右手横に伸ばして左に、痛い人は無理しないでくださいね。はい、OK、 もう一回右膝抱えて、はい、OK、 はい、今度は左足、はい、では左に開きます。骨盤が開いてるのを意識してください。はい、ではクロス、はい、OK、 左足抱えて、はい、じゃあ今度は両足抱えます。はい、じゃあ腕を床にくっつけて、なるべく足を伸ばした状態で後ろに持ってきます。この形をとってます。はい、膝曲げて、はい、伸ばします。はい、もう一回膝曲げて、はい、じゃあ伸ばします。はい、じゃあ手をバンザイして、はい、ゆっくり足を真上に戻します。90度のところで1回ストップして、足をクロスしながらゆっくり戻します。はい、 OK です。そしたら起きて、はい、じゃあちょっと向きを変えてそのままお腹を伸ばします。はい、今度は背中を丸めて、はい、手後ろに組んで、はい、OK、ゆっくり起き上がって、はい、ではそのまま最後簡単にプランクとサイドプランクだけをやっていきましょう。はい、ではいつものプランクいきます。
肩の下に膝や肘を持ってきて、両足の親指で地面をしっかり握ったら腰持ち上げて、しっかりお腹固めて、体が地面と平行になるように、はい、OK。 はい、そのまま左の肘をつけた状態で足重ねます。右手腰の横、はい、じゃあ持ち上げて、体がくの字にならないようにまっすぐキープ。はい、じゃあ右足上げて、はい、OK。 はい、逆にしましょう。右肘つけた状態で足はしっかり重ねます。左手腰の横、はい、持ち上げます。体が倒れないようにね、まっすぐ、ちょっと胸張るくらいで、はい、足上げて、頑張って、はい、OK。 はい、ちょっと各自ちょっと足りないところのストレッチしてください。はい、 OK です。はい、じゃあ皆様、はい、せーの、ヒデチャンネルでした。皆様見に来てくれてありがとうございます。今日の動きはストレッチプラス軽く、体幹のトレーニングなども取り入れているので、ストレッチのケアだけではなく、ケアプラス少しトレーニングを取り入れた動きとなるので、ぜひぜひ皆様やってみてください。はい、ではまた遊びに来てください。チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。ヒデチャンネルでした。バイバーイ。